黒猫。黒猫とは、全身の大半が黒い毛で、覆われている猫の総称。基本的に毛が黒ければ小さな白縁、エンジェルマークと呼ばれる、があっても黒猫と呼ばれる。迷信とは裏腹に実際の黒猫の性格は、おおらかで、甘えん坊で人好きな猫が多いとも言われ、個体差が大きい猫の愛好者に人気が高い。目の色はグリーン、ヘーゼルだが稀にゴールドも見られることがある。いろいろな純血種に黒猫は存在するが、中でもアメリカを原産国とするボンベイの純血種は黒猫のみである。西洋のゴキャ話やグー話には黒猫がしばしば魔女の使い魔として登場する。黒猫はその色のゆえ暗闇に他人の目に見えずに隠れとどまる能力を持ち、魔女のパートナーにふさわしいと考えられていた。黒猫は魔法の儀式で時々用いられ、他の生贄の場合の効果があると言われている。魔女裁判によれば、猫の回収は悪魔崇拝主義者または魔女の証拠とされた。猫は生まれながら邪悪と見られ、裁判において人間と共に罰せられ、焼き殺された。宗教及びスピリチュアルグループで言われている猫を生贄にする儀式は興味を。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。